嵐さん、ココナッツありがとうございます。キーさん、マイクありがとうございます。帽子は帰ってくるときにかぶってました。買っちゃってる。全然勝ち組じゃないです。何の写真いい？ありがとうございます。嬉しいよ。どこ可愛かった？嬉しい、ありがとうございます。まつげバシバシ。今日は朝からメイクをしなきゃいけなかったから、ね、ネイル綺麗じゃないですよ、まだ。もうもうね、ハゲチョビンだからもう落とします。あ、夏祭りの座席が出たんですね。ファグラボーイさん、ラブキツネゴーさん、花束ありがとうございます。あ、そうだ、今日はプレゼントを届きました。生誕委員の皆さんからと、普通に送ってくださった皆さんも、まだ中は見てないですけどあの、受け取ったよって感じです。トレスさんラブ、テイツさんラブ、ありがとうございます。今日はなんか昨日の夜が遅すぎて、自分が寝るのが今日の朝早いのに遅すぎて全然寝れてなくって、もう体が、あの、今自分がなんか、あの、疲れすぎててはい、びっくり。モロチさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。ショールームはさ、座ってさ、ここだけ運動してるんだけどさなんか移動中に寝て寝過ごしたらどうしようとか、もうそっちばっか頭の中よぎってしまって、ゆかちゃんと同じインナーカラーしようか迷ってる。ん？じゃじゃん、シルバーですでも私もなんかすぐ取りそうな気がする。モロチさん、ハートビームありがとうございます。今日はもうレッスンが始まってて、今日も昨日もなんだけど、今日はレッスンの前にやったから、あのね、メイクをしないとって思うと、もう早起きじゃなきゃいけないじゃないですか。だからね、頑張った早起き。そう、寝るの遅くなった。ライブ、イコノイジョイの2日目の映像を見てたら遅くなってしまって、ヘブンさん、キュンキュンキュン、おもろちさん、コナッツありがとうございます。明日は早くはないです。うん、早くはないですのではい、メイクもしないでいいですし、今日は0時までやろうと思ってます。はい、インナー似合いすぎ、嬉しい。なんか賛否あるかなって思ったんですけど、割とあの賛が多くて、てかあんま自分があんま見ないようにしてるのもあるけど、ピの方が全く持って見てないですね。ありがとうございます。ゆりちゃんお疲れ、キュンキュンキュン、ありがとうございます。インナーシールです。ゆりちゃんキュンキュンキュン、ゆきはさんビーム
ありがとうございます。おもろちさん、あい大不変者さん、ビギナーこんばんは、ありがとうございます。レイさん、ラブラブ、いっぱいありがとうございます。あ、そうですね、 X になりましたね。今度からツイッター、今度からもツイッターって呼んじゃうけど、こちらみたいな雰囲気の子がインナーから捨てた時つぶそう、どんな雰囲気、ショコみたいな雰囲気ってガッツリメイクするのに何分かかります。今日は髪の毛もだったから、あの家出るだいたい1時間半から2時間ぐらいは余裕をも見ときたいんですね、全て終わらせるために。雷やばかったですよね。でも私今日雨に打たれてなくって、あの一つ目が終わってからレッスンに行ったんですけど、お仕事が終わってから、そのお仕事が終わってからはめっちゃ晴れてて、もう 日傘って感じだったんだけど、そのレッスンのところに行くと着いた時にもう雷がガラガラガラってすごすぎてってなったら、レッスンしてる時にめっちゃ雨降っててで雷もすごくて、みんなで怖いって言ってただからでも雨に当たってなくてラッキーって感じです。めちゃキュンキュン、ありがとうございますピッヘイブンさん、ラブ、ありがとうございます。え、嬉しい、インナーに気づいた瞬間じゃ女エリアのみんなで湧いてました。嬉しい、ありがとうございます。イコノイジョイフェスで完全に好きになりました、ありがとうございます、見つけてくれて嬉しい。ジーセージちゃん、マイク、おっちゃん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。 P あるわけない、いやあるわけなくはないんですけど、うん、なんか自分が髪の毛をめっちゃ明るくした時に比べたら全然 P が少ないです。はい、まあ一時的なものっていうのもあるんだけどね、自分が。おっちゃん、キュンキュンキュン、じいせいじいちゃん、マイク、ありがとうございます。モニターにインナーさ、モニターに映ってわかるもんなんですね可愛いってなった、ありがとうございます。外さないでほしいくらいにやって嬉しい。ピは例えば、え、その色似合ってない、ピンクとかならわかるけどグレーって何とか、え、絶対インナーない方がいいよねとかでも全然そんなの見てないですね。バナナさん、マイク、ありがとうございます。ちょっと外出した時、あ、外出た時土砂降りだったわ、最悪だね、持ってないね私は今日思ってました。目が乾燥、全然濡れてない、まあ地域にもよるだろうけどね。4時工事中さん、ラブ、ヘイブンさん、イエーイ、ありがとう。みんな大好き、ありがとうございます、嬉しい。ひでちゃん、かわいい、ありがとうございます。インナー入れてるってなってモニター見たらしっかり見えてそんなわかるんですね、一瞬で。よくなんか映っててよかったです。なんか難しいよね、このなんか見せ方というか見え方。でも私はね、もう朝早くからメイクをしすぎて、もう早くお肌を落としたい。でもお肌を落としたいんだけど、今日はもうやばかったあのね SNS の写真を決めてる途中で寝てたえってなって、
ったし、びっくり、自分でもびっくりするぐらい体が疲れてるっぽい。一日ほだから寝てました。いいですね、オフって大事。遅くまで起きててびっくりした。遅くまで起きてますけど、遅くまでめっちゃ知ってるみたいな遅くまで意外と起きてますよ。やることあれば。でも今日は秒で寝れる気がする。寝坊して遅刻ダッシュ決めました。最後だけ走ったこの移住前はちゃんと寝れましたか。いやー、2日目結構寝れなかったね。なんか結局なんか練習、その頭を切り替えるために一通りこう、メンバーみんなそれぞれ2人部屋だったんだけど、イコラブは2人部屋で、そのそれぞれのメンバーと割とみんな通してたっぽいね私もリサと一緒だったんですけど、通してましたね。一緒に部屋の中で遅くまで踊ってた気がします。休ん、寝てるって聞かれたってメンバーみんな言ってた休ん、一応休ん、休んではないけど、でも休んだらさ、やばいよ。だってもう土曜日なんだもん。だから早急に今演出で頑張ってます。休みはあります、一応。一応ね。でもメンバーみんな汗汗よ。だってやばい、もう何日かしかないから、そんなもう休んでたらやばいよみたいな感じキルアさん、ビギナー、初めてライブ来れてありがとうございます。2日目のだからとての余韻に浸ってます。嬉しい。なんかそうだ、なんか、まあんま良くないんだけどさ、そのまあ乗ってるわけですよ、そのだからとてで、そこのコメントにあのしょこちゃんの歌がなんかいいみたいな書いてあって、なんかそれ見て昨日めっちゃ涙ここまで来た。もうなんかえってなった。垂れる寸前まで来た。嬉しいです、本当に。幸せなのにこれでいいのにが、なんかいいってなんかコメントに書いてあって、あの絶対に違法なのに絶対に違法なのに、あのコメント欄に書いてあって嬉しかったです。ここまで涙が出た嬉しい。でももっともっと上手くなれると、なんか初めてなんか感情が入ってていいって褒められ方をした気がする多分。嬉しかったし、こんなにもたくさんの方が言ってくれてて嬉しいなってなりました。694ありがとうございます。あと6日ってことは 7?7 ですかね、やっぱり。天使はどこでもよかった。まあなんだろう、めちゃくちゃ練習したから大きなミスをしないでよかったなって思ってます。でもめちゃくちゃ緊張したのを覚えてます
僕はペンライト振れなくなるくらい感動してました。嬉しい嬉しい。なんか MV でもなんかこう良かったってコメントとかもいっぱいいただいたけど、ライブで良かったって言われると嬉しい嬉しいです。でもあそこ裏返んないようにさしないとねいつか裏返りそうだよね。ライブでしか聞けない歌声だなって思った。嬉しい、ありがとうございます。700日どうする、あ、どうするもないですねどうするもないんだけど、いつもなんかありがとうございますって感じで普通にやってますはい。だからと、そうだからとてね、なんか本当にライブ中泣きそうになっちゃって、オチでオチのいおりの歌のところかな、オチサビ、フェノニャンさん、はい、ありがとうございます。そう、フェノニャンさん、ラブ、ありがとうございます。なんか本当に泣いちゃい、泣きそうになった。なんか口がプルプルし始めたこうやってなってた。モルチさん、はい、ありがとうございます去年のツアーファイナル沖縄で BPM をセンターで踊ってるショコ見て自分も涙ここまで来た嬉しい。天使はどこへもコメントでめっちゃ褒められてた。嘘、それは見れてないわ。ありがたい、ありがとうございます。あ、そう、9月、言ったっけショールームで、9月16日は、カウントダウン TV フェスティバルに出演させていただきますので、皆さんぜひお待ちしてます。いっぱいねイベントお知らせありますので。ライブの方がしょこちゃんの声好き、それ結構ね言っていただくこと多いです。うん、ライブの、うん、なんだろうね、まあ感情っていうのもあると思うけど、なんか好きに歌えるのかな、わかんない嬉しい、ありがとうございます。感動して泣きそうだったけど、涙腺コルクでキュッてした。見えてないじゃんね、涙腺コルクでキュッ、これで泣けまへん、これで泣けまへん だからとてラスト目に向かうにつれてメンバーみんな感情マシマシって感じだった。なんか私だけじゃないんだなって思った。なんかあの曲って結構なんだろう、こう何、推しと、うん、推しとファン、うん、日本語合ってるみたいな関係の曲じゃないですか。で自分の推しが客席にいると思ったら泣きそうになっちゃって、あのここまで来た。うん、ステージで泣いたことってありますの？え、ありますよ。え、どういうこと？ライブ中というか、そ、踊ってる途中はあんまないかも。その発表で涙のままライブとかはあるかもしれないけど、あの、だいたいここら辺に来て、あの、収まってるこう垂れはしてないかも。なんか遠心力とか動いて乾いて終わるひでちゃん欲しい、ありがとうございます。
こちゃん初めて生で見た時はないかよ、うん、ありがとうございます。さついなかっこよかった、ありがとうございます。レイさんキュンキュンキュン、ありがとうございます。おーちゃんココナッツ、ありがとうございます。ココナッツカカ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 、ライブ見てお話し会行きたいと思いました、ありがとうございます。いやありがとうございます、クロノさん的な、ありがとうございます。いやなんかイコノイジョイを見て、なんかあんなに人数いるのにその中で見つけてくれて、あの話し会に行きたいって思ってもらえたっていうのが嬉しすぎます嬉しすぎますね。いっぱい人いる中でさ見つけてくれたっていうのがね。また水曜日から、明日か、明日またお話し会受付始まると思うので、ぜひ SNS も更新するので見てください。生きてるっていうは君だらけ、なんか感動するよね、歌詞やばいよね。だからとて個人的2日目の MVP、 おー嬉しい。ね、この曲のダンスも結構メンバー苦戦してるというか、結構ミスりやすかったりすることが多くてドキドキしながらやってましたけど、無事みんなあの成功しててよかったです。みんなでいっぱい練習した甲斐がありました。うん、天使はどこへのレッスンでは泣いてないですね。天使はどこへは、うん、泣いてないね。楽しそうにしてる姿だけ大号泣。嘘、ありがとうございます。なんかすみません。サンピンさん、星レイさん、マイクありがとうございます。2日目ステージ割と近かったが、しこちゃん見えた時泣きそうだ。うん、ありがとうございます。みんな優しいね。なんだ、鳥、ヤシの鳥、コムコムさんありがとうございます。鳥目覚めの客鳴らす、最近ショコラになってショールーム入れました。嬉しい、ありがとうございます。ふーちゃん、ビギナーほぼ毎日やってるので、よかったら遊びに来てください。2番の空を指す振りが好き。君が見てる空、僕も同じ空、出会えた奇跡が愛しい。ふーちゃん、ビギナー、ありがとうございます。見つけさせてくれてありがとうって、ありがとうございます。クロノさん、最高。ヘイちゃん、ファイト。トモロさん、お疲れ、ありがとうございます。2月に国家試験受けるんだけど、その前にみんなの話し会行きたいって思ってて、いつぐらいがいいかな。2月は分かんないですけど、今のところ11月まではお話し会の受付ありますので、8月分から11月分まで結構ありますので、約10日間ぐらいありますので、あの時間ある時に参加してもらえたら嬉しいです。明日また受付始まると思うので、詳細見てみてください。 URL 載っけるので、ぜひお待ちしてます。ホタさん、ありがとうございます。ケンケンパさん、星ありがとうございます。みねちゃん、だるま、ありがとうございます。埼玉スーパーアリーナに向けて一言聞きたいです。一言じゃ無理です。でも本当に2日間だし、夢のステージだし、
あのめちゃくちゃメンバーも毎日なんか埼玉スーパーアリーナやばいよねっていう話をするくらい本当に嬉しいことですし、 2days がドキドキなんですけど、それまでにもイベントいっぱいあるので、まずはそれまでを全力で楽しんで埼玉スーパーアリーナみんなと楽しい思い出を作れたらいいなって思ってます。お待ちしております。10月の18日19日水曜日木曜日です。よろしくお願いします。周年が 2days 初だと思います。びっくりした。平日、うん、平日ですたまわりって言うんだね。たまわりって私言い方したことないですSSA の10日後は対面お話し会。そうですね、そうだね。結構その付近もさ、お話し会あったりするから、待ってます。ぜひ申し込んでみてください。ね、SSA 以外に略あるんだってなりました。たまわり休暇申請してきた。早いですね。ありがとうございます。ひでちゃんだるまありがとうございます。埼玉人は埼玉まるまるは大抵玉まるまるって言います。そうなんだ、何も思いつかない。今玉プラザしか思いついてないおっちゃんかわいい、ありがとうございますで欲しい。今日ねレッスンの、今日リサにもともとね、もともとリサに今日レッスン終わったらあの写真を撮ってほしいってお願いしてて、でもそしたらあの私の方がちょっと後でそのリサの方が先に帰れるっていう状況になったんだけど、待っててくれたんです。その写真を撮ってほしいって言ったのを覚えててくれてて、どれぐらいかな、10分ぐらいかな、わかんないけど忘れたけど、何分ぐらいか、体感は10分なんだけど30分ぐらいあったのかもしれないけど、そうで、え、待っててくれたのってなって、まあ、写真撮ってもらって、で、ご飯食べに行きたいって言ってたから、あ、じゃあ行こうって、私もせっかく待っててもらってたし、そう行きたいなって思って、行こうって言って向かってったら、あの向かってる途中に花ちゃんに出会って、で花ちゃんはなんか途中でバイバイってしたんだけど、そのなんていうの、私が写真撮ってる時にバイバイってしたんだけど、え、なんか帰り道逆だねって話してて、そしたら、え、どこ行くのって言ったら、同じお店に行こうとしててそうで、ショコ、リサ、ハナで3人で向かいました。お店に入りました。席を探します。でリサが、え？って言います。なんとイオリさんとひとみさんもいましたイコラブ5人集合してましたね、そのお店にみんなもう7年もいれば考えることは一緒なんですすごいよねすごかった、びっくり、びっくりです。仲良く5人で、あのね2人のね近くではあるか、2人のところはね5人あのプラス3人座れなかった、2人しか座れなかったから、そう3人後から来た3人はあの別のところで食
まあ近く、ほぼほぼ近くなんだけどすごいよねすごいよね、もう考えること一緒だねっつって、ちょっと巻いたんですよ。そうっていうのもあったと思うし、あのもうご飯を食べる時間はなく、あの時間がなかったというよりかは、買いに行こうと思っていた時間にあの天気が大荒れで、もう行きたくない行きたくないって言いながら、みんなでエビせんを食べてましたもうエビせんしかないって言ってみんなでエビせん食べてました。ヘイブンさん、ラブ、ありがとうございます。休憩中にね、そうだからみんなお腹空いてたの。そう結局みんな同じお店に行ってました。面白いね、もう味噌が一緒だね。しリサはもともと早く、私と花ちゃんはちょっと後から組だったんだけど、あのリサはもともと多分ひとみたちと同じタイミングで帰れたんだけどね。そう結果みんな同じお店にいました。とさ、めでたしめでたし仲良きです。すごいよね、運命だよ。運命でしょ。夏さん、初見こんばんは、ありがとうございます。かえって私になり、私がいて君になれる、イコールな関係なんかいいな、入った瞬間こうやって人々とよりがこうやってやってた諸内さん、マイクありがとうございます。すごいよね、それでテーブル2人を想像したら、口にあの含みながら、含みながらっていうか、可愛かったですすごいよね、なんかすごい不思議な気持ちになりました。なんかああみんないるってなりました学校帰りの学生みたい、まあ気持ちはそんな感じですよ早く終わったからね。ちょっとトモロさん、いいね、ありがとうございます。目がかゆい。今生誕委員の方からいただいたやつ開封しようかな。でも激重でちょっと離れてるんだよね荷物。でも待って、私さ、あの何、個人的に送ってくださった方のもさ、同じカバン、同じ袋に入れちゃったからさ、いや本当に今日帰り手もげるかと思った。もうやばいよ、映ってないね、もうね、線まみれ腕が、なんか全部持って帰りたくって今日。よいしょ、ご飯食べようと2人は、そう2人先帰ったよ、そりゃそうだよ。どれがちょっとどれか分かんないかも。それは多分、え、かわいい、これはどうでしょう、どれだ、これかな、これでいいのかな。生誕ティー、まずは生誕ティー。え、今さ、かわいいって言ったのはさこれさ、これ、え、これさ、スタッフさんだよね、スターマン書いてくれてるの
こうやってさ、こうやって袋にこうやって先は切っててね、届くんだけど、可愛くない？スターマンが書かれてるの可愛くない？スタッフさん、マネージャーさんかな、可愛いよね。あのこういうのね、可愛くて、あの野球のマークが書いてあるやつがあるんですけど、それあのロッカーに貼ってる可愛いよね。じゃじゃーん、生誕ティー、じゃじゃーん。ピンク、うわさい。これはあのこの前みんながあの来てくれてて、あの話し会で、え、それ何とか言っちゃった。やっと今日ゲットできました。後ろがね、かわいいの、後ろがかわいいの、かわいくない？かわいい、かわいいね。え、私この服好きだから嬉しいありがとうございます、初稿です、嬉しい、ありがとうございます。あとね、めっちゃね、ペンがある。これさ、またさ、メンバー分とかじゃなくて、違うか、これはさ、何ですか。めっちゃさ、めっちゃペンいただきました、ありがとうございます。メンバーのもある。え、これ何個ですか。私がもらっていいのは何個ですか今ね、8個ある。合ってんのこれ。ボールペン書きやすいの。でもボールペンは喜ばれると思う。箱に名前書いたら、あ、だったら全部書き置きだから合ってるわ。全部私だった。かわいい。これ何色あるんですか。生誕院の皆さん、ありがとうございます。生誕院の皆さんにさ、あのなんかこうメッセージとか書いてくださった皆さんもありがとうございます全部ショコノだったミスかと思った。同じだ、ピンク2種類、ん、4色が2本ずつあるのかな、わかんない。全部先置きって書いてあるよ、嬉しい、ありがとうございます。あ、これも青だ。2色？前髪やばい、今黄色とピンクしか見てないよ。家族用？あ、黄色？かわいい。ありがとうございます。うん、黄色や。紫だ。かわいい、紫、紫かな、きっと。紫だ。4色が2本ずつか、ありがとうございます、嬉しい。そしてこちらグラス、かわいい。え、バレないようにしなきゃさっきのやつがさ、イラストになってる。え、使えないよかわいい、嬉しい。
嬉しいね。え、プラって意外とさ、ひび入ったりしません？ガラスだったらガラスで割れちゃうし、プラだったらプラでひび入る使い方の問題ね、私の。かわいい、嬉しいよ。ああ、なるほどね。これは違った。かわいいです。え、これも？これどういうこと？アフタヌーンティー？アフタヌーンティーが作れるよってこと？やー、かわいい！お皿かわいくない？やばい壊しちゃうかわいいね。ありがとうございます。取扱説明書だって気をつけなきゃ。レモン柄かわいいです。これはかわいい、激カワなんですけど。レモンのフォークとスプーンです。かわいいよ。かわいすぎて使えない絶対に使えって感じだよね。どうやって戻せばいいのこれ。なんかこんな感じ？かわいいね。ちょっとさ、かわいいすぎる。よいしょ。あいや。かわいいね。レモンだ、かわいい。かわいすぎるからすぐ戻す。怖いから。バナナさん、ココナッツありがとうございます。かわいすぎね。かわいい、大きい、大きいや、これも。これは大きいやつ。かわいすぎ、レモン。レモンなってくださり続けて。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいすぎる。もうなんか、もう箱の中に入らなくなっちゃった。大きさむずい。ありがとうございます。嬉しい。一旦戻そうと思ったんだけど、もう箱閉まんない
脱ぎまして、カレンダー、卓上カレンダーだ、すごい、すごいね、アクリル、アクリルカレンダー、にゃーん、嬉しい、ありがとうございます、すごいね、これは鏡？鏡さ、ちょうど割れてるんだけどさ鏡新しくさ買ったやつが割れちゃったんだけどさあーすごい鏡だ、嬉しい、ちょうど割れちゃったんだけどさ、こんなん使えないよね、わかる？この私の使えない人間、いや、なんかリュックに入れてただけで割れちゃったの、今日気づいた、なんかもともと使ってたやつがボロボロになっちゃってたから、なんか割れてないんだけどボロボロだなーって思って、ちょっと見栄え悪いなーと思って新しく変えたらそれすぐ割れちゃった、なんか畳まれたまま、今もまだ割れたまま入ってるカバンの中に割れたっていうか、ここら辺にこうやって入ってて、あーんって、かわいい、ありがとうございます。これ使いたいけどさ、剥げない？これでもこれ割れたらさっていう人間、コムコムさん、ココナッツありがとうございます、いっぱいある、あ、トートバッグ？どうしよう、これ使ってたらバレちゃうね、やばい、本人の使ってるよって、かわいい、かわいすぎ、かわいすぎです、ありがとうございます、嬉しい、大きいし、いいサイズこれ割れないからいいね、ハゲチョビになんなければもうそればっか気にする人になっちゃう、一旦ね、一旦戻す、よいしょ、あとは、あ、知ってる、こういうの、じゃん、濡らして、濡らしてひんやりするよってやつ、レモン、こんなにさレモンいっぱいあるんだね、いろいろ、かわいい、かわいすぎ、かわいすぎます、裏もかわいくて、なんか水玉じゃないけどなんかなってる、かわいい、いいね、涼しそう、家の中でこれ巻いてたらエアコンつけないでいいよねみたいなそんなことないか、いいね、嬉しい、ありがとうございます、ホワイトタイガーさん、初見ありがとうございます、一応乾燥剤も入れておくエアコンついてますよ今も、そして、いやー素敵素敵すぎる、じゃん、素敵、やばい、後ろもかわいい、私のニコちゃんかわいい、これはみんなからのメッセージカードが、後でゆっくり読ませていただきます、すごい、3種類ぐらいある、
ごいね、ありがとうございます。すごいね、私の衣装みたいになってて、すごい、ありがとうございます。かわいみ、ふかし、ちゃんとさ、お直しのやつもさ入れてくださってありがとうございます。あ、これは、あ、整体院の皆さんのやつやつ、すごい嬉しい、嬉しいね。懐かしいファイルに入ってる懐かしいファイルに入ってんだけど、え、これはさ、このファイルはさ、生誕院の方が入れてくれたのかさ、どっちだろうね皆さんが、あの、横浜の、これどっちだっけ、みなとみらい駅、みなとみらい駅に皆さんがいっぱいメッセージを書いてくださったじゃないですか。それがアルバムになってる。嬉しい、いっぱい埋まってて、すごい。私さ、割とさ、最初の方に行けたからさ、後からいっぱい増えたからさ、読めるの嬉しい。ちょっとゆっくり読ませていただきます。すごい、かわいい、ハートゾーンかわいいすごい、ぴったり、ありがとうございます。嬉しい、以上かな、ありがとうございます。嬉しすぎる、こんなに豪華な、じっくり読ませていただきます。どうやって戻そう戻すの苦手な人、一旦ね、一旦戻そうね。ありがとうございます。よし、ありがとうございます。すべて紹介できました。黒野さん、いいね、ありがとうございます。嬉しいよ、ありがとうございます。やっと、あの、私の手元に届きましたありがとうございます。後でメッセージとかはゆっくり見させていただきます。感謝、ありがとうございます。メッセージ書いてくださった皆さんも生誕院で一緒に、あの、お祝いしてくださった、くださった皆さんもありがとうございます。嬉しい、8月も生誕気分でいきたいと思います頭から。他にもね、プレゼントいっぱいいただいてて、今は生誕院の方々好きなだけ見せたんですけど、他にもいっぱい届いてるので後で見ます、ゆっくり。ありがとうございます。
嬉しいね。嬉しいよ。幸せ者だなって思います本当に。ありがとうございます。そんなこんなしてたらもうあとちょっとでこの配信終わんなきゃいけなかった。ありがとうございますみんな見せて、みんなちょっとむずい。あこんな感じです。インナーつけ毛だと、あ、つけ毛ですよ。エクステです。エクステインナーです。エクステ、日中食からもらった指ハート忘れない、嬉しい。一生忘れるんじゃないぞインスタよかった、ありがとうございます。ゆうちゃんゴーゴー、ありがとうございます。キラキラでゴーゴー、キラキラなゴーゴー、太陽をもみ方にして、おじさんのばさん、星ありがとうございます。でもそろそろランキングを読まなきゃいけない時間なので、ランキングを読みたいと思いますね。思いますね。あっという間に、また明日配信できたら同じぐらいかな、またと思います。今日は多分明日は今日より全然ゆっくりだから、そうね、いっぱい寝れるんじゃないかなって思ってます。皆さんもゆっくり休んでください。ランキング読みます。絶対カニ壊れてる。あ、ここカニ壊れました、富士急でランキング読みます。中3位バナナさん、12位おっちゃん、11位ゆきはさん、10位ひでちゃん、9位ともだまさん、8位ていちさん、7位人生じいちゃん、6位のばさん、5位れいさん、4位ヘイブンさん、3位ひずにゃんさん、2位おもろちさん、1位クロノさんです。ありがとうございます。2列目、コムコムさん、リースさん、お魚さん、セータさん、 P21 さん、たかひろんりーさん、クイズさん、大陸さん、メリダさん、りょうくん、ハマーさん、あおちゃん、ひろしさん、ハラディさん、ルルルタンナさん、けんけんぱさん、カイトさん、ヒッキーさん、サンピンさん、ファインゴールさん、ナミさん、オーチさんです。ありがとうございます。たくさんの星投げギフトコメントありがとうございます。生誕もありがとうございました。プレゼント送ってくださった皆さんもありがとうございます。ということで終わりたいと思います。ぜひ SNS いっぱいチェックしてください。明日のお昼から多分受付、お話し会の受付が始まると思うので、よかったら申し込んでみてください。お願いします。ということで終わりたいと思います。おやすみなさーい。感謝、ありがとうございました。皆さんもゆっくり休んでください。バイバーイ。おやしょこー。おやしょこー。